ベビーグース。スリッパ2週間ぐらい使ってみてどうでした？もうなんか本当にメッシュがすごすぎて、もうこれはもう真夏に絶対向いてるなと思って、楽しい夏がもう最強だなと思います。よかったです。これそのスリーパー着る前ってどんなお洋服で寝られてました？もともとずっとスリーパー使ってて、で冬のあの本当もこもこの暑いのをずっと使ってて、今もうそれもあのなんていうんですか、ブランケットにしてジバジバして寝るみたいな感じなんですけど、もうそれ着せれないんで、ちょうどあとこれとその冬のと、あとあのもっとメッシュじゃなくてコットンみたいな、ガーゼみたいな、ちょっと厚手の、春先にいいやつを持っていて、で今回これをしてみたんで、もうどの季節でもいけるなと思って。よかったです。結構寝るときって汗かきます？かきます。もうなんかベタベタになっててびっくりします。背中のこう汗の感じとか違いました？使ってみて。あ、なんかそのガーゼの方が大丈夫かと思ってたら、それでもすごい汗かいちゃってたんですけど、これは全然汗ばんでなくて、むしろちょっと寒い時大丈夫かな、確かこんだけね薄いとね感じだったんで、でね、つけないとつけないでお腹丸出しにして寝ちゃうんで、お腹は心配ですよね。お腹は入れててっていうので、ずっとスリーパーは使ってます。よかったです。お布団とかはじゃあ特に使わない？もうスリーパーだけ。そうですね、今寝てる時ってベビーベッドですか？そう、一緒に寝てる布団、布団で一緒に寝てる布団で、畳だと落ちない感じ、ね、そうなんですよ、あるんですけど、ベビーベッドなんですけども、立ってもうバッシャバッシャしてるんで。確かにもう1歳超えるとね、そうですよね、ママと一緒がいいってなるし、泣く泣くベッドを諦めて布団で寝てます。それがあのお子さんと安心ですよね。なんか生地感とか、もっとおそらく持ってるガーゼ、あ、ガーゼって60ガーゼとか。あ、そうですね、ですよね。これはあのダブルガーゼって、まあ、2枚なんですね、60に比べるとなんですけど、生地感とかってどうですか？もう薄くて、もう多分真夏もエアコンの中でもこれでもいけるだろうなっていうくらい薄手で良かったです。口行きたいの？口好きなの？ちょっと待って、もうちょっとで終わるからね。あとお洗濯もされたと思うんですけど、洗濯とかどうですか？やりやすかったとか、乾きづらかったとか。すぐ乾けない。あと今寝てる時もうエアコンって入れてます？まだ入れてないね。これからね、多分湿度が上がってくると、ね、どんどん寝苦しくなると思うんですけど、エアコンとかもうまく使って、そうで結構夏は寝入る時って汗すごいかくじゃないですか。その汗がエアコンの風とかで冷えて寝冷えしちゃうみたいなお子さんも多いんですけど、もうガーゼだとその寝汗を発散してくれるので、そういう寝冷えにもつながりづらい。想定はしてたくさん使ってみてください。もう今年の夏もヘビロテだと思います。よかったです。なんか逆こう、まあ、毎日とか使っていただいて使いづらい点とか、なんかもうちょっとこうだったらとかあります？よかったです。よかったです。なんか私の持ってるあのガーゼの方って下がストックなくて、あのデローンってなっててちょっと長いんですよ。で朝起きて一人で立って歩いてるとちょっと踏んでペターンってなるから、戦々恐々と朝起きた瞬間こうペリって脱がしてとりあえずこけないようにって言うんですけど、これ安心してしばらく遊んでてもちょっとだけこう引っかかったりとかはあるんですけど、でも基本的には大丈夫って感じなんで、
その安心さがこっちの方が、あ、その男性があったなと思います。このスリッパも今みたいにこう足の下を止めてロンパースとしての方がやっぱり体にフィットしてるんですけど、大きくなって3歳ぐらいになった時もこうベストとしてそう使えるので、3歳ぐらいまでそう、そうなんですよ、2ウェイで使えるようになってます。だらだらこう長く引っ張っちゃうとそう踏んじゃうとね、結構起きた時に起きてすぐ着替えるわけじゃないじゃないですか、なんかやっぱそのまま遊んだりとか、ご飯とかっていうね、ご家庭多いと思うんで、そういう時もね踏まないようにあとこう色柄も今6色あるんですけど、でこのグレー、薄いグレーすごい似合うなと思ったけど、なんかタイちゃんならベージュとかも、ね、それ似合うなと思いました。すごい似合うと思いました、ね、ひよこちゃんだし、うんうん、あとなんか、私あの赤ちゃん の, このスリッパを通してお客様から結構どれぐらいの温度がいいのとかってご質問いただくことが多かったんで、小児睡眠コンサルタントで赤ちゃんの睡眠についてのちょっと勉強をしたことが、資格を持ってるんですけど、なんか睡眠で困ってることとかあったらお役に立てる。今1歳2ヶ月になって、今までは朝寝て、次もう1回夕方寝てっていうのを2回寝を、まあ、そろそろ1回寝になっていくのかなって思うんですけど、そのタイミングの見極め方とか、お昼寝1回2回あ2回2回でこうお出かけとかすると、うんうん、結構興奮してて、あとお昼に1回長くで終わったりするんですけど、なんか基本的にお家にいるときは2回寝でも、もちろんお子様の、ね、成長によってとか個人差は全然あると思うんですけど、月齢的にまだまだ2回でも全然大丈夫っていうか、2回寝るお子さんも多いのかなとは思いますね。多分1回の睡眠の間隔がこう長くまとめて寝れるようになってくると、お昼寝の回数も1回になってくるのかなとは思います。昼寝難しいですよね。夜に全く起きずに寝てくれないんです。まだなんかフォローアップミルク飲んで、一回飲んでってのになるんですけど、あ、夜中も一回飲んで、1回飲んで寝る前も飲んで夜中も飲んで寝たいんです。寝たいですよね、わかります。夜中ね、夜中起きた時はそのフォローアップミルクがないと泣いちゃう感じ。そうですね、自分でこう窓、なんていうんですか、枕のやつを持って、うん、飲ませろと飲ませろなるほどなるほど、そうですね、そうですね、もう結構離乳食もしっかり食べてます。そうですね、多分フォローアップミルクはなくても、うん、栄養面的に、まあ、そこはお医者さんじゃないで何ともないですけど、そんなにこう問題ないのかなと思うので、フォローアップミルクをやめるで、もう夜通し寝るっていうことを覚えていくっていうか、何しても全然大丈夫だと思うんですよね。けど多分起きた時にフォローアップミルクを飲めるものだとタイちゃんが多分もう理解しちゃってるんだと思うので、そこはお話ししてもうやめようねって言って、まあ3日から長いと1週間ぐらい頑張って夜もうないよって教え込むみたいな、やかんだに近いと思うんですけど、なのかなと、ちょっとそうですね、明確な回答じゃなくてあれなんですけど、かなと思いますね。でもフォローアップミルクだけがその夜起きちゃう原因かどうかは定かじゃないので、もしかしたらなんか違う原因あります、ね、暑いとかわかんないですけど、なんか赤ちゃんもやっぱ睡眠のリズムって浅くなって深くなってをこう大人と一緒で繰り返していくと思うんですけど、その浅くなった時にこう起きてパッて起きちゃって、その時に多分今フォローアップミルクがないと眠りに戻れないみたいな、ちょっとこう癖になるのかもしれないので、その癖を取ってあげるって言うんですか、と夜通し、ちょっとうっすら起きた時もまたすぐ自分で眠りに戻れるのかなと思います。ありがとうございます。
あんまりなんかお役に立ったか分からないですけど。いやいやいや